さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気ですか。我々は元気してます。元気してます、はい、ミシェルさんと彩乃ちゃんはですね、資格ってなんか持ってますか。指導者の資格とか、はいはい、車の免許、うん、免許、免許、あと免許以外資格ってあまり取りに行ったことないね。英語検定とか、英語検定は違う、理科の資格です。あ、そうなんですか。ミシェルさんとかね、なんかいろいろスポーツの資格とか持ってそうですけどね。教員の免許か、うん、そういうのもしかない、ね、まあ、大変だね、もう頭の中でもう今錯綜してるよ、いろんなもの探してるよ。そこで今回まずご紹介するのは、はい、住宅業界でお客様にベストなプランを提供するため数多くの資格を持つというこちらの企業様です。分けてください。あなたは今幸せを感じていますか。内閣府より発表された日本人の幸福に関する調査によると、我が国では年齢を重ねれば重ねるほど幸せを享受しにくい状況に陥っていた。その要因に少なからず影響しているのが、長い人生の支えとなる資産での不安だ。そんな多くの人を悩ます問題を解決し、誰もが願う幸せへと誘う男がここにいる。ベストプラン株式会社代表取締役豊田剛。神奈川県横浜市を拠点に、住まい、相続、ファイナンシャルプランニングなど様々な事業を展開するベストプラン株式会社では、一人一人のお客様への貢献、その先に見据えた社会への貢献とともに、ベストなプランを導く人生のパートナーとしてあり続けている。今回は豊田剛をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。高校の頃、はい、建築家を選択されていた、二級建築士の受験資格があるような、はい、取れるような、勉強をしてました。って言っても部活の柔道ばっかりやってたんで。あ、柔道やられてますか。はいはい、先生、建築家を選択されてたのに、うん、はい、なぜ住宅業界に、はい、あ、そうか。あ、私自身はその家を設計したりとか、はい、施工したりするよりかは、住宅を売ったり買ったりしていただく、その不動産業界の方に魅力を感じて不動産業界に入りました。今の会社は、まあ、不動産のコンサルティングですとか、はい、あとはファイナンシャルプランニング、あとは保険の設計などをやっています。そもそもその住宅業界っていうのは、先ほどお伺いしたなぜ入ったっていう、その後に、まずその入って何から始めて、マイホームを買っていただいたり、はい、売っていただいたりする実需っていう世界ですね、はい、まあ、センチュリー21っていう、はい、フランチャイズの加盟店の会社で、はい、有名な。そうですね、はい、で一応神奈川県ではその中で、あの、個人の成績で一番にその当時はならせていただいてました。神奈川県で一番ってもう結構ね、たくさんいらっしゃいますよね。確かその当時で4000何百人ぐらいだったと思いますけど、ね、はい、そうなんですね、自分の興味あるところに行って、うんうん、はい、一つの結果が出て、そうですね、それはよしっていう、そうです、ね、何か掴んだものありますよね。そうですね。あ、それで自分の方の今度起業することになってつながっていくわけですか。そうですね。もともとその不動産事業をやろうと 思ったきっかけというか、なぜそこに入ろうと思ったんですか。不動産、はい、まあ、家自体はもともと好きだったっていうところですかね、はい、実際に建てるとかっていうよりかはやっぱりその営業に携わるという、はい、その売ったり買ったりの手続きのところに携わるっていうのが、はい、っていうところですかね、まあ、当時はその独立心も強かったので、はい、その売買を覚えて、独立したいっていう気持ちもありましたけど、自分のやりたいことを実現するためには独立するしかないと思って独立したっていう感じですよね。なるほど。そうなんですね。成績のためにこう買っていただく、売っていただくではなくて、あくまでお客さんの資産を最大化するというか、お客さんの本位の仕事をしたいなと思って。なんかその後ろにずらっとこの証書が並んでますけど、すごいっすよねこれ。豊田さん、あの、かなりの、あの、資格をお持ちらしく、住宅お金保険関係だけで17ぐらいだと思いますけどね、はい、17、すごい。え、何これね。公益財団法人不動産流通推進センター、不動産有効活用専門士。なるほど。
さて何でしょう、ね、先ほどおっしゃってたその不動産実需っていうものがそのよく皆さんがお持ちの宅地建物、うん、宅建、はい、建そうですね、なるほど、この問題、これは不動産有効活用専門誌ってどういうあれですか、不動産有効活用専門誌、不動産を貸すときに、はい、今 2DK のこう、はい、間取りの部屋が、はい、あったとして、うん、それを貸すのにどうやったら一番高く貸せるか、例えばその 2DK の部屋を1個潰して 1LDK にしてしまってリフォームして、そしたら高く貸せるんじゃないか、高く貸せるってことは、はい、そこから利回りで還元して物件の価格って出るので物件の価値も上がる、 1L の方がやっぱ需要があるんで、今若い人ディンクスのこう方なんかに 2DK 借りますかっていうよりやっぱ 1LDK 借りますかっていう方が需要があるんで、そうですか、相続対策専門誌ってこれよ、ね、本もありますけども、そうですね、この、不動産有効活用専門誌と相続対策専門誌、はい、まあ、同じところが作ってる資格ではありますけど、はい、これを同時に持っている方は多分日本でもまだ100人いるのかいないのかっていうぐらいの、大変な、はい、そうなんですね、あ、同時に同時に、はい、もう一つのこの会社でこれだけ の資格を持ってる会社って他にいないんじゃないですかあんまりいないと思いますけど ね資格の説明じゃないからね、これ持たれてるんですもんね全部でもそもそもこれだけの資格をどうして取ろうと思ったんですか、この資格が欲しいというよりは、はい、お客様をコンサルティングする過程でこういう知識があった方がいい、こういう知識があった方がいいっていうのでどんどん増えているような形ですね、例えば税理士さんとか司法書士さんとも当然一緒に仕事はするんですけど、その一緒にする仕事する中で、窓口のある私がやっぱり高い能力を持ってないと、あの税理士さん司法書士さんの力も 100% 引き出すことができないと思うんですよね、この中でちょっと変わった資格ってございますか、そうですね、あとこの CPM っていう資格、CPM、アメリカで作られた、はい、資格です、はい、で国際的な資格で日本で今500、600人ぐらいの方が持ってるんですけど、はい、賃貸不動産収益物件の価値を最大化、うん、オーナーの価値を最大化させるための資格です、へー、よく管理会社ってあると思うんですけど、はい、管理会社って家賃の 5% とかもらって、うん、細々とやってるイメージ持たれてる方結構多いと思うんですけど、はい、この不動産経営管理士は 5% のフィーをいただいてたとしても、預かってる物件が例えば本当は1億円ぐらいの価値があるものであれば1億円の運用をオーナーから任されているというような感覚で、はい、その価値を最大化させていくのが仕事、ね、これだけのやっぱりね免許をお持ちでしたたくさん相談とかってあると思うんですが、はい、まあ、これまでの、まあ、案件の事例というか、はい、教えていただいてもいいですか、例えば顧問契約をさせていただいている資産家さんの相続対策の案件で不動産の評価をめぐってなんですけど、例えば不動産鑑定士さんがつけた金額が2億不動産業者さんがつけたのが1億だったんですよね、うちが、それを実際に売れる価格を調べた時に、それが3億だったんですよね、業者によってというか職種によっても大きく変わってきてるんですけど、やっぱりこれだけそのまあいろいろな勉強をしているといろいろな価格の出し方っていうのが本当はですね、はい、今プライバシーのために、数字ぼかしてますけど本当はもっと金額大きい、はい、でもなぜここまでその差が出るんですか、そうですね、先ほど話してた実需っていうものと収益っていうものに不動産がこう分かれたと思うんですけど、はい、実需っていうのは過去の制約事例からいくらなのかっていうのを引っ張り出すのが実需のやり方で、収益物件の場合は家賃収入から利回りを還元して金額を出すっていうのが収益物件の出し方なんですけど、この2つを出せるっていう不動産屋さんがまず少ない、で実需に関しても以前そのセンチュリー21の後に不動産のデベロッパーで働いてた経験があるので、不動産の買取業者の計算を自分でできちゃうんですよね、なんで買取業者が金額を出してきた時にそれが適正なのかどうなのかっていうのが自分で計算できるので分かってしまうと、ただまあこんなに資格をお持ちなのにさらに新しい事業を
なんかお考えになったってお伺いしたんですが、はい、今やってるベストプラン株式会社とは別に、はい、一般社団法人神奈川県相続相談協会という、はい、社団法人を作って相続のコンサルティングを相続相談、はい、今月に1回セミナーをやってるんですけれども、はい、今、ベストプラン株式会社の方でも、資産家さんの顧問契約をさせていただいたりこう相続対策っていうのが、うん、必要になってたんですけど、まあ、これを一つの社団法人で、もう相続にコンサルティング特化したものを一つこう作ったので、そのやり方にこうご賛同いただいた仲間もできてきたので、またもう一個、一般社団法人、全国相続コンサルティングネットワークっていうものを作って、それをまたフランチャイズのような展開、うちと同じやり方をこう皆様と共有できるような形で今作って、全国的にこう展開できればなというところで、また新しく動いています。ということで今回は、はい、トヨタさんのビジネスパートナーにあたります増澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずその豊田さんとどのようなまあ仕事のパートナーなんですか？はい、私もフィナンシャルアドバイザーとしてお金の相談、はい、保険だとか相続なんかのカウンセリングをしてるんですけれども、不動産に関して専門的な知識だとか対応が必要な相談があった時にはもういつも豊田さんに相談に乗ってもらってます。あとは先ほど出てきた全国相続コンサルティングネットワークのメンバーとしても一緒に活動させていただいてます。そうなんですね、はい、増澤さんから見て豊田さんってどのようなパートナーですか？実際私のお客さんってすごく付き合いの長い人が多くて、私のことをすごく信頼をしてくれてるんですけれども、はい、僕が紹介する人はその信頼を壊さない人物であるっていうことがもう最重要なんですね。でその点豊田さんはもう自分の損得はこう横に置いといて、うん、とにかくお客さんの利益を最優先にことに当たってくれるので、うん、安心して自分のお客さんを彼に任せることができる、うん、そういう存在ですね。それいい人に出会いましたね、お互いにね。そういうことですよね。なかなか出会えないですよね。でこの目の前にあるこの本、はいはい、なんですか、うん、こちらもなんかお二人で一緒に著書もされている。そうです、賢く活用。いつ頃著書されたんですか？11月の末ぐらいに販売されてですね、はい、おかげさまでアマゾンの相続税贈与税部門で1位になって。あら、あらすごい、アマゾンで。とんでも1位だ。お客様の幸せのため揺るぎない信念を貫き続ける豊田剛。そんな男が掲げる今後の展望とは。よく新しいことをこうやっているという感覚を持たれる方がいらっしゃるんですけれど、私としては新しいことをやっているという感覚というよりは、お客様に貢献する、形をどうすればいいのかということを考えて、その過程の中で今の形になっているだけなので、これからもあくまでお客様に貢献するにはどのような形をすればいいのかっていうのを考えながらやっていきたいなと思っています。最後になりますが、豊田さんの方に格言をお願いいたします。私の仕事は不動産を売買することでも、保険を売ることでもなく、あくまで私の仕事は、お客様に貢献することです。力強い意見、はい、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて次にご紹介する企業様なんですが、はいはい、ミシェルさんはきめ細かいことに気づく女性ってどう思いますか？いやー嬉しいですよね、自分が気がつかないね、この辺が気づいてあげて。こうなってちゃった。こうなったらどうすんの？気づいてあげて。すいません見えませんでした。あやむちゃんはこうきめ細かい男性とか。ああどうですかね。そこも俺なんか気づかなそうだからもういいや。そこで次にご紹介するのは
千葉県習志野市で35年以上きめ細かいサービスで不動産賃貸や売買などを行っています。こちらの企業様です。出会い、それは人と人とのつながりだけでなく、住まいにおいても会社やマイホームといった新たな出会いが待っている。そしてその縁は10年、20年、30年と長い付き合いとなり、人生の足跡の中でも大切な場所として刻まれていく。そんな誰にとっても欠かせない快適な住空間を確かな技術と責任感で作り上げ続ける男がここにいる。創栄建設株式会社代表取締役竹谷義雄。千葉県習志野市美揉地区を拠点に、不動産賃貸から売買まで地域に根ざした事業を展開する創栄建設株式会社では、地元密着35年、お客様からの信頼とともに築き上げられた実績の家づくりで、全ての人にとっての栄えある存在であり続けている。今回は50年後の安心を作る竹谷義雄をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。会社自身辺はどのあたりにあるんですか？千葉習志野市の美揉というところ。そうなんですね。ああ、生まれたとこよ、僕。あ、そうなんですね。すごいな。そうなんですね。あそこの辺も綺麗に変わりましたね。そうですね。今駅も綺麗になりまして。昔の駅の時から。そうですね。もともとは地元の人間ではないんですけども、古い駅の時から引っ越しまして、そして今駅が変わるのを見て今に至ってます。はい、そうですね。創業っていうのは何年なんですか？昭和56年にうちの父が創業しまして、でその時はまあ私はそこにはいなかったんですけども、今で35年になります。もともとはもともと東京で生まれまして、で昭和56年の前までずっとやってたんですけども、その頃は、工務店をやっておりまして、渋谷の方でやってたんですけど、オイルショックですとかそういうので、仕事がなかなかうまく回らなくなったようで、その当時千葉県っていうのはなんかこうかなりこう栄えてないみたいなイメージが向こうから見てあったようで、あっち行けば商売がうまくいくんじゃないかということで、うちの親がこちらの方でやってた。選択して。そうですか。なるほど。じゃあもうその当時からもう将来性を見据えてっていう、そういうことで始めたんだと思います。そもそも引き継いだきっかけっていうのはどういった？18年ぐらい前まで、前にですね、それまでサラリーマンやってたんですね、不動産屋で。うちの母親はちょっと体調を崩しまして、母も一緒に仕事してたもんですから、そこで少し手伝わなきゃいけないかなということで、サラリーマンやってた時にはやはりその自分の実家を継ぐっていうのは、なんかこう親のこうすねをかじって、なんかそのまんまね、継いだみたいに言われたくなかったので、本当は自分でね起業とかできたらいいなっていう夢もあったんですけども、家族も大事にしなきゃいけないなっていうことで実家に入りました。そういう事情で入ったもんですから、どちらかというとちょっとこう鼻がこういう感じで、入社しまして、自分の立場とか給料とか、ある程度自分の思いで決めてたみたいなところがあったんですね。ですから父親ともこう入った時はこういつもぶつかり合って、仕事をしてたと。なかなかこうちょっと一戸建ての住宅っていうのは、今ってどういう感じなんでしょうかね。お客様のニーズ、ニーズですか。住宅自体は多くはなってきてますけども、少子化で人口がだんだん減ってきて、家をこう買う方が減っているというふうにも言われてるんですけど、やはり千葉県のこの習志野とか、こちらの方はまだまだ一戸建てを求める方、マンションを求める方多くて、やっぱり需給のバランスがなかなかこううまくいってないのかなっていう感じはしますね。買いたい方が多い割に売りたい方があまりいないと。ただそれも物件もですね、実際二極化しておりまして、誰もがこう欲しいような場所はやはりなかなか出てこないんですけども、あまりこう興味を持たれないようなところは比較的あるみたいな感じですね。なるほどね。具体的にどういった土地というか、その家が求められやすいんですかね。そうですね、やっぱり住環境のいいところ、住環境っていうのはいろいろとありますけども、駅からの距離ですとか、
あとはその周りのその雰囲気ですよね、あの一戸建て同じような一戸建てが建ってたりとか、アパートだらけの中に一戸だけ自分の家があるとかっていうのは、まあ、あまり好まれないところなので、そういうこう自分がもし住んだ時に、まあ、子供をちょっと遊ばせるところも便利だし、学校も近いしとか、そういう全体のそのバランスのいいところがまあいいと、いうことですね。でも時代の流れってあるよね。あのずっとこう通勤圏だからって、ちょっと都内から地域離れたところに買って、そこからもうすごい思いしてね、会社に通ってるっていう、そういう時代があったじゃないですか、マイホームっていうね。そうですよね。その時は地域だとかそういうのあまり気にならなかったかもしれないけど、そうですね、今は非常に皆さんそういうことを気にするようになってきましたね。そうですね、実際あのうちの会社にこう来ていただいてるお客様なんかも、都内にこうお勤めになってる方多いんですよ、でご収入的には例えば市川だとか都内に十分に買えるようなご収入の方がいるんですけども、でもそのお子さんですとか奥様が、あのその地元のね、その地域の雰囲気に慣れてしまって、もうここを動きたくないということで、そこで探される方が非常に多いですね。地域で作られて、地域が作られていきますもんね、住む人によって、住む環境によって全然違ってくるからな。その今土地を売りたい方とか、その買いたい方っていうのは多いんですか？売りたい方はですね、ちょっと、少なくなってきてますね。我々がその現場にこういてもですね、その売る物件のこう登録状況っていうのがあるんですね。不動産業界のそのネットワークみたいなのがありまして、その登録は、減ってるんです。その制約の状況についてはすごく上がってるんですけども、こちらにありますけども、ね、制約状況はね、あの前年に比べると上がってるんですね、はい。ところが在庫は増えてるかっていうとですね、新規の登録っていうのは逆に減ってるということで、マイナスとかみんな出てますね、新しく出てくる物件はあまりないけれども制約されているということで、まあ実際に買い手が増えているのかどうかというのはちょっとわからないですけども、あの物件が少ないので増えているような状況に見えてますよね。ただまあうちのその会社に来ている問い合わせ自体はやはりそこそこ増えてきているというのはあります。本来その需要というか、本当あの皆さんのご要望としては、土地を買って自分で建てたいというのが、まあその潜在的なね、需要としてはある、強いんですよ。ただなかなかその土地を買って建てるとなると、その金額の問題ですとか、その建てるまでの労力ですとか、かかってくるので、まあ、建て売りを買ったりとか、そういうこともありますね。実際その売る方ってやっぱりそのどういった方が、なんかまあ例えば、そうですね、あのいろいろなご事情がありますね。あの例えば、まあ、単純にお買い替えをしたいと、今例えば、一戸建てに住んでるけれども古くなったとか狭くなったと、もうちょっと広いところ、逆もあります。年取ってこんなに大きい敷地いらないし、家も大きすぎると子供も出てっちゃったし、だからちっちゃいところ行きたい、そういうお買い替えの需要ですね。それからあとはもちろんそのお金が必要だから、何かしらのご事情でお金が必要だから、もしくはその相続なんかでもらってしまったと、でそのままこう管理するのは大変なので、じゃあ売っちゃおうかと、まあ、そんなようないろんなあの事情でおりになられる方が、他にもまあいろいろとありますけどね、ネガティブなものもたくさんあります。あの一番の強みっていうのはどういった部分だと思いますか？まあ、うちはあの先ほど申し上げました通り、創業35年、まあ、父親の代からやってますので、やはりその地元に根付いてるっていうのが一つあります。それから、まあ、それに伴って、まあ、地域と の, その関わりが深いということがもう一つですね、そして木造の一戸建ての建築販売ですとか、仲介ですとか管理ですとかリフォームというふうに、まあ、総合的にやってるんですね。ですから例えばそのマンションを買いました、一戸建てを中古で買いました、ここの部分なんか直すのは大丈夫かなってなった時に、いちいちその買うのはここの不動産屋さん、リフォームはこっちの業者さんとかね、そういうのあるじゃないですか。それが要するに、うちの方でじゃあ先に買う前に大丈夫かどうか見てあげられますよと、要するにワンストップで全部できますよというのが、まあ一番の強みです。一番その強化している部分って 今キーワードとして考えているのは、その長く使ってもらう、あの例えば住宅の場合ですね、新築で建てたら、通常今までだと木造の住宅は、だいたい30年ぐらい経つともうあの、ね、価値ゼロですよとかね、不動産業界なんかだと中古でいやもう15年経ったら価値ゼロですよみたいな話になっちゃうんですけど、
まあ、今国の方もだいぶそういうのを見直しをしようというふうになっているので、うん、やはり新築で建てても本当にあの80年90年100年と住めるような家を建てたいなと。そしてまたあの既存の住宅にお住まいの方であればそれをそのリフォームして、うん、あのより長く住めるようにということで、その長くっていうのがまあ一つのキーワードで、あのこれからやっていこうかなというふうに思ってます。一つの家、海外みたいに親子代々でずっと使っていくっていうね、はい、まあ譲り受けられていけるものだったら、はい、例えば息子の立場になったらさ、それがあったらもうありがたいよね。ありがたいですよね。ずっと雰囲気を感じられるものだし、そこで自分たちの子供も育てられるしね、はい、逆に自分が親の立場だったらそこに残してあげれるものがあるな。そうですね。人生の多くを過ごす場所に夢、そして喜びを授ける竹谷義雄。そんな男が見据える今後の展望とは。今後はあのカナダ の輸入住宅の、はい、これから販売をやろうかなというふうに思ってるんですね。まあ、寒さに強いということなんですけども、うん、実はあのカナダ湿気とかも結構あって、実は僕は湿気があの東京よりも高いところもありまして、はい、そういう中で、まあ、ずっとこう培われた技術が詰まってる住宅、そして 2x4 2x6 っていうあのその木を使って、うん、あの作ってるその家なもんですから、まあ、地震に強い、それから台風ですとか、場所によってはまあ津波なんかでも残ってたというようなこともあります。まあ、寒いところでは強いっていうことは、逆に言うと断熱効果がいいということなんで、暑いところでも強いんですよ。で今あの千葉県の場合は別にそんな極端に寒いってことはないんですけども、夏暑いっていうのに耐えられるような、そういう家を持てたらいいなと。で6月ぐらいにモデルハウスをオープンさせようかなっていうことで今動いてますね。最後になりましたが、はい、竹谷さんの格言をお願いします、はい。格言というほどではないですけど、まあ、いつもあの心の中にこう留めてるのは、まあ、急がば回れみたいな言葉ですかね。やっぱり自分で一つ一つ確実にこう地に足をつけて前に進んでいかないと、なかなかこう物事って本当の意味でうまくいかないなっていうのを感じているので、まあ、そういう意味でまあ、急がば回れかなと。35年ねずっとやられてこられて、まあ、それが一番大事なことじゃないかなと思ってね、はい、あの地域、我々の住む地域を一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ビジネスブックコレクション。私は哲学のような難しい話をする気など毛頭ありません。この本で述べることはむしろ単純明快、シンプルそのものです。宇宙に存在するたった一つの法則に気づけばいいからです。今回のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、満月の法則。この本を書いたのは YS コンサルタント創業者の佐藤康幸さん。25年にわたり15万人をカウンセリングで救ってきた佐藤さんの究極の人生論を書き上げた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。